皆さんお疲れ様です。スターライトと申します。まあ、今回なんですけれども、サムネイルにも多分書かせていただいてるかと思うんですけれども、まずは、そうですね、フレンドさんの、募集をですね、させていただこうかなと思っております。1名様ですねに限りなんですけれども、まあ先着で、フレンドさんですね、申請いただいた方ですね、承認させていただこうと思っております。で、一応は1名様なんですけども、すぐ多分また秋も出ると思うんで、それでちょっとまたね、その申請いただいた方はちょっとそのままお貸しいただいて、フレンドバッグが空き次第もう承認させていただくということに、させていただこうかなと思っておるので、自分とフレンド、なってもいいという方いらっしゃいましたら、どしどしと、申請いただければなと思います。一応コード出しておきます。こちらですね、こちらのコードに、申請いただいて、するわけなんですけれども、以前から、フレンド募集させていただいた際に、言ってることはあるんですけども、この動画の、コメント欄ですね、コメント欄に、申請しましたということでお知らせいただくのと、ナルコレでの、名前も一緒に書い取っていただければ、わかりやすいのでよろしくお願いします。で、もしね、YouTube の方で多分 ID かなんかを取得してないと、多分コメントがもしかしたらできないかもしれないんで、その際は、こちらの、ユーザー情報の方の下のコメントのところを、ちょっとわかるような形で、申請しましたというような形で買い取っていただければ、自分、こまめに一応確認はしますので、はい。買い取っていただければ、この動画を見ていただいて、申請いただいたということが、分かるような内容であれば、ありがたいと思いますので、ちょっと分からない部分に関しては、ちょっと承認はちょっとさせていただけないとなりますので、はい、その辺だけすいませんけれどもご了承いただければなと思います。そしてですね、フレンドに今なられておる方ですね、こちらのそうですね、接続日ですね、ログインですよね、が、一応1週間程度で、見させていただいて、ログインがなければもうそうですね、ナルコレの方はもうやってないのかなというような、認識にさせていただこうかなと勝手ながら思っておりまして、その今そうですね、この3名の方ですね、一応様子を見させていただいてるんですけれども、今日から、一応1週間後ですね、アマテラスさんで言えば22日間にログインが、ないよという状態に、なればしませんけれども、今回は解除させていただこうと思っておりますので、猫派の大輝さんでしたら、16日前ですね、川尻さんでしたら15日前というような形で、今日から、1週間ですね、見させていただこうと思いますので、これで動画で、報告させていただいた後からの1週間ということで、させていただこうと思いますので、お願いします。で、今後は、そうですね、1週間、ログインがなければ、そうですね、解除という形になって、申し訳ないんですけれども、させていただこうかなと思います。また、ナルコレをまた得られるようになったら、また申請いただければ、承認もさせていただく方向で、いきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、フレンドさんの募集は、これであれなんですけども、あとですね、ちょっとだけ、話しさせていただこうと思うことがありまして、そうですね、3周年になって、なるこれが、始められた方っていうのは結構いってらっしゃるっていうのは、前から、言ってるんですけれども、その中で自分もこうやって動画を出させていただいてる、動画の中のコメントで、結構質問いただいたりとか、しまして、で、それ、で、お答えもさせていただいてるんですけれども、ちょっと若干、自分の分かる範囲でお答えさせてもらってるのと、分からなければ、ちょっといろいろ調べて、その調べた内容を回答させてもらったりとか、してるわけなんですけれども、
もうそうですね、今後もですね、そういった内容の、質問とかもどんどんいただければなと思います。まあ自分自身も、あ、そうなんやと、発見することも結構ありまして、はい、勉強というか、まあ、新しい発見もあるんで、そういった感じで、コメントいただければ助かりますというか、ありがたいです。はい。で、その他にもですね、結構自分の、まあ、こうやって動画の視聴者さんの方ですね、もう皆さん本当、優しい方ばっかりで、まあ、こんなね、まあでも、特に編集もしてなくて、まあ、無課金で、まあ、やらせていただいてるんですけども、派手に、まあ、ガシャガシャ、まあ、それの関係もあってできないっていうのもありますし、まあ、目から鱗が落ちるような攻略をするわけでもなく、はい。そうですね、まあこういった形で動画は、まあ、ずっと出させていただいてるんですけれども、まあ、その中でいつも見ていただいている方とか、まあ、見ていただけるだけでなく、まあ、高評価を押していただいたりですとか、まあ、コメントいただいてたりですとか、あとは、まあ、チャンネル登録をしていただいたりですとか、まあ、本当に、ありがたい限りです。ありがとうございます。はい、コメントとかもね、いただいて、すごい優しい言葉とか、温かい言葉とか、いつもいただいてるんですけれども、まあ、一件一件、必ず返信はさせていただきたいと思いますので、3周年から始められた方とか、もしいらっしゃいましたら、質問とか、もしあれば、でいいんで、どんどん、気兼ねなくコメントいただければなと、思っております。で、まあ、その中で、それも通してですね、まあそういった感じでなるこれも楽しんでいけたらいいと思いますし、まあ自分とそうですね、交流といいますか、まあコメントでにはなりますけれども、交流とか、持ちつつ楽しんでいけたらなと、自分では思っておるので、はい、どんどんいただければなと思います。本当ね、ガチャが見ていただいている方やったら、すごい、知ってはると思うんですけど、自分は本当ね、ガチャに関しては、10連で勝利したのが、まあ1回。まあ1回といえども、3回10連引けば、引けるキャラ。なので、まあ本質で言うと本当の勝利ではないんですけど、まあ、それが1回のみの、内容で、まあ今までずっとガチャ引いてて、すべて、まあ言えば爆死。うん。ってなってるんで、まあ見ていただいてる方にも励まされててばかりなんですけども、まあ、逆に言えば、まあそう、こういう形で自分も投稿させてもらってて、そういった温かい言葉いただいてなかったら、もしかしたら、もうなるこれやってないかもしれないいうようなレベルの感じなんで、というのは逆に本当は皆さんの見ていただける方がいらっしゃったりとか、コメントいただいて応援してくださっている方がいらっしゃるから、まあ自分もこうやって頑張れてるのかなっていうのは、まあ、のかなっていうか、まあ頑張れてますね。それのおかげで、はい。見ていただいてる方が、まあ少しでもいらっしゃるのなら、自分もそういう形でモチベーションになりますし、やっていこうかなと、思ってます。はい。まあそういうわけで、まあちょっとね、ぐだぐだと長い、話になったわけなんですけども、日頃ですね、まあ、こういった形で、感謝の、言葉ですね、喋らせてもらうっていうのが、まあ、時間的に、動画の時間的にちょっとなかなかなかったもので、これをね、機に、そうですね、喋らさせていただこうと思いまして、この動画を出させていただきました。はい。というわけで、これからも、まあ、一応、そうですね、継続して、定期的には、動画を出させていただこうと思ってますので、今後ともよろしくお願いします。というわけで、この辺で動画を締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。